今日の企画は髪の毛が大量に流れドッキリ。今日はふーちゃんが台東にするみたいで、トヨさんの店グレーズに来るんですけど、まなみは先にちょっと店に来て、今オープニングをね撮ってます。ふーちゃんはまなみが来ること知らないんで、まなみはバックヤードに隠れて今回ちょっとやっていくんですけど、ブリーチしたら髪に負担かかってね、まあ、切れたりする人もいてるじゃないですか、だから、まあ、今日はちょっとトヨさんにうまいことしてもらって、ブリーチして髪の毛がちぎれまくった時のフーの反応をね見ていきたいと思います。はい、そんな感じでやっていきましょう、はい、どうぞ。今日明るくするの？人生最後のハイトーン。最後なの？最後だからもう思いっきり明るくしようかな、思いっきり。ほなもう思いっきりブリーチかけていいの？OK。え、色は？色は明るいの。明るいの？ベージュ系？ベージュ系で、金、まあ金髪っていうか、そっち系、ちょっとくすんだ金髪みたいな。あ、OK。まなみ最近できました？ちょっと前か、なんかまた明るくするとか言ってましたよ、次明るくしたいとか言ってました。そうや、なんか海行くみたいな感じで言っとったから暗くしたの。あ、沖縄。で、暗くしたのに寒すぎて入ってないっていう情報が出てた。暗いの髪の毛がよし、めちゃくちゃ毛多いから、本気ださん。そう、毛の量とかはあんま変えたくないかも。あ、オッケーオッケーオッケー。板前やってやる、あのヘアブリーチなんかよく聞くやろ。はい、からまたブリーチの中に混ぜて、はい、でそれで染めてあげると綺麗に、でもダメージちょっと減らしながらできるから。でもめっちゃブリーチ久々なんですけど、これ髪の毛やばいですかね。いや、でも綺麗からな。これでも毛質やばくないですか？いや、全然いけるやろ。大丈夫、うん、絶対いける。え、ここってあれやろ、だいぶ前にしたのこれぐらいやろ、ブリーチって多分最後3年前とかかな、じゃあお願いします。それで、OK、なんかでも子供っぽく見えません、やっぱ明るかったら。どうなんや、なんか暗い方が落ち着いてる女性に見えるから。それはそうかもしれない、ね、イメージは、うん、ちょっとやっぱ元気印になるからな。そう、落ち着いてる女性を今目指してるから真逆しますけど大丈夫ですか？そう、一旦ちょっと休憩でもまなみも一回めっちゃ明るくしてほしいな金髪ぐらいにしてほしい。二人は幼なじみ？幼なじみ、幼稚園の時。あ、もうそのだから22年とか。なんか男女の幼なじみが欲しかった。そうだね、なんか憧れません？マーレードボーイ、なんかめっちゃ良い。そうマーレードボーイとか、なんかああいうのめっちゃ羨ましいなんて思う。で、なんかしばらくお家にめっちゃイケメンになってるとか。どんなやん、もうそれ完全に。そういう恋愛がしたい。恋愛がしたい。そう、少女漫画みたいな恋愛をしたい。え、何々君みたいな。そうであっちは昔から私のこと好きみたいな。あ、めっちゃもっといい設定やな。一番いい。髪の毛切りたい、肩らへんまで。もう、え、まさか。でも似合わんからやめとけって。似合わんのかな、めっちゃ言われる。なんかそんな感じせえへんけど、多分みんなが長いイメージがありすぎるんやろね。あー、なるほど。最後また足していくな。これまだ毛先くらいに、うん、結構ね、毛先が残ってんねん、カラーが。ちょっとだけ足してやっていかなかったら、ちょっとお前うまくできる。これあと何分ぐらい置くんですか？あとこれ塗り終わって
これブリーチが新しいのまた使ってるから、5分ぐらいでだいぶ抜けてはいいんや、あとちょっとって感じだから、それでいったらいけると思う、うん。だいぶね、いい感じに抜けてるよ。嬉しい。もう寝てるやん。もうこの時間はお眠かさすがに。そうやな。だいたいだから一回寝て終わりかけぐらいで、うん、遊びモードに入る。遊びたいな。遊ぶよ。ね。しばらく寝るかな。マルプーでしたよね。うん、マルプー。ミックスってさ、昔おらんかったよ。いなかった。あれなんでなんの？しない、やっぱあんま良くないからちゃいますよ、多分。チェックしてから。はい。重い。めっちゃ重い。いつもおるやん。
え、結構ガチで怒ってたから、これはやばいと思って。俺も焦ったわ。え、めっちゃ抜けてるやん、待って。やばい、やばい。トヨさんの。いやいやいや、トヨさんの白子さ。いや、俺もちょっとこれ分からんかってんけど、みたいな。途中でかわいそうになったもんな。いや、マジでフーがこんな怒ると思わんかったわ。3年間頑張って伸ばし続けてる。いや、もういい感じすぎへん。いや、分からん。分からんやろ。え、どういうこと？え、いつじゃあ、今チェックするって言った時に、そう、めちゃめちゃ、そうめっちゃ必死やで、こっち、うん、だから分からんのあんただけあんただけ分かってる。怖い。いや、ほんまにいつもな、全力協力してくれてありがとうございます。いや、もうほんまに、いや、マジでもういつも学びは通ってるとこなんで、皆さん来てください。こうはならないので、ね、こうはならない、絶対にならないので。学びの声聞こえた瞬間めっちゃ安心した。